古川武史の人生を変える習慣化。この番組は習慣化コンサルタントの古川武史があなたの人生を変えていくための価値ある習慣と習慣化について幅広くお伝えするものです。知識というより一つでもこれはやってみようとやる気が湧く音声発信を心がけています。皆さんこんにちは、ナビゲーターの北村です。本日も古川さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日、お悩み相談コーナーでいきたいと思います。はい、はい、岸さんから悩みいただいてます。はい、以前は朝活のおかげで早起きを習慣化できていたのに、最近朝活になかなか参加できておらず、早起きもできていません。このように一度崩れてしまったものを再度習慣化するために心がけるべきことを教えていただきたいです。お願いします。はい、です。ありがとうございます。これは多分最もあるあるという。あるですか？あるあるの質問というか、習慣化の悩みじゃないですかね。北村さん、ちなみに北村さんだったらどうしてます？その、例えば、そうだな、こう、一度習慣化しようと思って、まあ、それ結構習慣化できてたのに、崩れてしまった。まあ、そもそも崩れてしまったって思わないのか、思うのか、思うとしたら、なんか、どんな風に考えて、どんな風にしてるのか、みたいな。そうですね。思いますよ。ああ、ダメだ、また続かないって思いますよ。何があります？ですね。まあ、早起きとかは、子供の部活が引退してなくなって、早起きする必要がなくなったら、早起きしなくなっちゃって、早起きしといた方がいいよな、とかね。思いますよね、確かに。思います、思います。ね、やっぱ時間得した気になるし。なります、なります。振り出しが遅いとね。うん。時間になるっていうのもあります。でもね、そうだな。私、ジムに通ってるんですけど、はい。ジムは、やっぱりね、なかなか続かない、毎日はいけないんですよ。はい。で、下手すると一週間丸々行かないこともあったりして、はい。これはそのたんびに、ああ、続いてないなって言いながら、もう2年半続けてんですよ。うん、そんな状態を。おまあ、トータルして続いてるんですけど、うん、でも、すごく波はあります。波はね。うん。雨が降ったら、行かないとか。はい、ってことは、6月とかって結構行ってないんじゃないのとか。最初はすごく頑張って毎日毎日って思ってたんですけど。はい。やっぱりこう、一回、ダメだなーって受け入れてしまって、うん、なんかその後に、三日坊主大作戦みたいなのを、やったんですよ。三日行ったら一日休んでいいよ、みたいな。おー。坊主大作戦面白いですね。三日、なるほど、なるほど。三日行ったら一日休んでいいよ。一日休んでいいよ。三日行ったら一日休んでいいよ。っていうと、まあ、週にね、一応、5日ぐらいはいけるじゃないですか。なるほど。で、トータル OK みたいな。ほう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 。一日でカウントするとダメだけど、まあ一週間トータルしてカウントしたら、まあまあいいんじゃないみたいな。そんな感じでなんとか、やっているのがジムですかね。面白い面白い。まあね、3日行ったら1日休みよっていうルールも、すごい、面白いですね。面白いですか？逆転発想というか、みんなほら続けなきゃって思って、やれなかった日をなくすためにはどうすればいいかっていうことで結構フォーカスするから、まあもちろんその、なんか、まあ、欠点方式で考えると思うんですよね。100点満点でもあって、まあ仮に80点した時に、あと20点どうやって埋めればいいかっていうふうに、やっぱ考えるものだと思うんですけど、逆に、ね、三日行ったら得点休んでいいっていう、なんかその、休んでいい許容キャパを持ち込む。先に取ってしまうみたいな。取り込むっていうよね。それって100点満点主義から発想すると、その発想ってなかなか出てこないんですけど、そうですね、三日行ったら一日休んでいいよみたいな。一日休んでいいよっていう、ことを多分こう言いたくないから習慣化っていう風になるのかもしれないけど、でも実はすごい重要な発想というか、でも目的からすると、北村さんの目的からすれば、一週間とか一ヶ月の中で運動量が最大化するっていうか、前よりもよりね、運動量が増えればいいっていうことですよね。そうですね。
だから、その自分を乗せていくって言った時に、うん、うん。うん。3日行って、1日休み、ルールみたいな。うん。で、自分を許可するっていう。いや。っていうことですね。いや、でもそれなんか、その、ちょっとね、当初話そうと思ってたことを、また、少し触れながら話したいと思うんですけど、はいはい、なんか、今の会話の中からちょっと、こう、着想というか、うん、あるなと思ったのは、はい、やっぱ100点満点を前提に考えた瞬間に、苦しくなりますよね。なりますね。はい。うん、だ本来、毎日朝5時に起きているべきっていうふうに、例えばしたときに、仮に、30日中20日できてても、うん、多分10日できなかったことが、すごく多分気にかかる、うんうん。まあ、さっき、パーセンテージをね、こう、いかに 100% に近づけるか、みたいなに考えるわけですけど、その 100% の定義を持った瞬間から、うんうんうん、とはしんどいプロセス。しんどい。これはね、なんかこう、別に、その、早起きだけじゃなくて、うんうんうん、この考え方、捉え方も含めてそうなんですけど、100点の定義そのものの方を変えないと、うん、これでいいっていうクリアな基準を、だから例えばじゃあ1回行ったら1日休んでいいよっていうことだと、うんうん、1ヶ月の中で20日やって10日休みで OK っていう枠が出来上がってるってことですよ。はいはい、うん、うんうん、ということで、30日中20日できれば OK っていう、うんうんうん、枠ができてるっていうことは、もうすでにそれが、定義になってるっていうことです、うんうん。これ、その HRP で思考習慣とかやっててもそうなんですけども、はいはい、理想と現実のギャップで、必ず設定して、うんうんうん、我々はその理想と現実、まあ本来こうあるべきなんだけど、うん、現状こうなんです、うんうん。本当は人としてはこうあるべきなんだけど、私ってこうなんです。うん、うん、うん、本来、夫はここまで家事を手伝うべきだと思ったけども、全然手伝わないんですっていう怒りとか、はいはい、まあ、ここまで普段勉強したりとかして、自己啓発を普通やってるべきなのに、遊んでいる怒りとか、うん、子供もそうですよね、うん。こうあるべきっていうことと、現状とのギャップから、ストレスが生まれているっていう、この構図の方をどちらかというと構造を着目したい。うんうんうん、これ、ある人がですね、と、会話、話してた時に、はい、自分娘ですと。で、はい、お兄ちゃんがいますと。で、うんうん、もう結構大人になってるわけですけど、うんうん、お父さんが怒るときに、うん、お兄ちゃんに怒るときは、欠点方式で怒るんですって。うん、なんでこうできない、うんうんうん、で娘に対しては加点方式なんですこう。これもできたね、あれもできたねってなるんですって。で、で、いうふうに言ってて、いまだにだから娘に甘いんですよねっていう、うんうんうん、女性で、僕ね、それすごいなるほどなと思ったんですけど、うんうん、同じ親でも多分ね、うん、男はこうあるべきだとか、そうですね、こうしなきゃっていう枠があるから、うんうん、減点方式で考えるはず。そうですね。なんか期待もあるしね。こうしてほしいみたいなね。うん。そうなんです。でも、多分、こう、その音、さか見た時の女の子ってのは、うん、ここでできればいいのに、こんなにできるんだっていう思えるのは、うん、やっぱり、こうあるべきの部分の定義の違いってことですよ、うん、そうですね。で、この構図が、実は、例えばじゃ夫婦関係でイライラするっていうなった時に、うんうん、普通、家事はここまで、手伝ってくれるべきなのに、やってくれないってなると、うんうん、それが例えば相手の、の怒りになった時とか、なるとか、うんうん、本来人ってこうすべきなんだろうって思ってる時に、こうしてくれないみたいなことを、うんうん、で、その中でこう自然に設定しているこうあるべきと、嫌いっていうことが、イライラするみたいなことになっていく。うんうん、でも多分これって夫婦関係の中でも、その、ある一定期間っていうのは、なんでこうしてくれないのみたいな、たまに、うん。ありますあります。それ乗り越えてた人たちのほとんどの話っていうのは、いい意味で諦めたって言うんですよね。ああ。もう諦めたんですっていう。はい。はいとか言って。そうそう。で、それはすごく、いい意味で、うん、
多分、こうあるべきの方を、変えたんじゃないかなと思う。うんうん、そうですね、うん。かなり低く設定をお互いにできるようになってくるっていうのはあるかもしれない、ね。そうですよね、そうですよね。うんうんうん、でそれを多分、すごい、そう言われても、最初のうちは、いや、そう言ってもって話になって、だん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 その折り合いをつけるっていうか、うん、うんうん。べきの方を、変える？で、まあ、言ったって自分だってできてないし、これ相手に求めるのも酷だよね、とか、うん、人言ってたのはね、そのなんか、すごいこう、朝からね、機嫌があんま良くないみたいな時に、うんうん、でも、それも、あ、夫も家の中で自分がどういう機嫌でいるかは選んでいいよなって思って、うん、その、家出ぐらいは別に自分の素直な、姿をね、うん、出せるように、うんしてもいいっていうふうに言い聞かせて、うん、こう、旦那さんがあるがままでいることは別にそんなストレスじゃないんですって言ってた、人がいて、うん、これ、なるほどなって思ったの、うんうん。ちょっと話が、多少ちょっと抽象的な方向に行くと思うんですけど、うん、これ自分自身に対してもそうなんですよね。うん、だから、自分に対して自己嫌悪を持つときって、うん、人って、仕事も、家庭も、うんなんか自己啓発みたいなものも、うん、全部ちゃんとできているべきで、うんうん、家に帰ったら家事もちゃんとやっていて、うんうん、子供がいたら子供と子育てもちゃんとやっていて、仕事ではトゥードゥーリストとか未完了リストは常にない状態で、前倒しで仕事をしていて、うんうん、それにだから人に気配りがあって、音の栄養バランスを考えた、食事も作って、うん、で、美容にも健康もして、睡眠時間もしっかりとるみたいな、なんか、そんな人どこにもいないよね。いない。っていう。いないですよ。そうなんですよ。でもね、無意識に頭の中でそれを設定しちゃってると。わかります。そう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 。それが100点満点にして、自分はこうなんだっていう、うんに苦しむっていう意味では、うんうんうん、さっきのその早起きの話もそうなんです、ね、全部そうなんですけど、うんうん、そうですよね。そう。だから、自分を受け入れるとか自己需要っていうことの本質も全く同じで、うん、自分でこうあるべきと思っている期待の方を手放すと、うん、さっきの夫婦関係の折り合いみたいな、うん、いい意味で諦めました、うん、そうするとイライラがなくなりましたと、うんうん、同じように自分の中で貸している期待を手放す、うん、でそれは妥協するっていうことでもなくて、うん、無理な非現実的な要求をするんじゃなくて、うんうんうん、非現実的な要求している限りにおいて、うん、自分のいいところが光らないっていうか、うん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 人付き合いが、例えばね、あんまりその、人見知りですって言ったら、うんうん、人見知りじゃないって、うん、人見知りな人もいるし、うん、だから、だとしたら、人見知りで、いいじゃないって言えたらいいと、うん、人とうまくそこでね、付き合わなきゃいけないと、お姉ちゃん、すごい社交的で、ちょっとうまくできて、で、お母さんには、あんた人付き合いが悪いから、ちゃんと人付き合いがよくできる子になりなさいって言われてると、そのことがずっとこう、自分の中で、気にかかる。でも、人見知りでいいじゃないって言う、うん。うん。僕の場合で言っても、僕はやっぱその外交的っていうか、うん、活発的な男の子像というか、うん、近所の子とかでも、やっぱ夏休みはね、もうここにこう、日焼けで、うん、もう外で遊びまくって、うん、もう真っ黒で、うん夏休み明けてくるみたいなのが、男の子らしくて、で、それはなんか親にも言われてたような気がするんですけど、僕ね、全然そうじゃなかったんですよね。家でパズルとか、なんかそんな風にある。で、外で遊んだらいいと思うんだけど、すごい疲れちゃって、うん家にいるから、うんうんうん、だいたい夏休み明けも真っ白結局で、うん。で、それをなんとなく、すごく、なんか、ネガティブに思ってたりとかしたんですけど、うんうんうん、なんかね、ある時、あ、内向的、で、いいじゃないって思ったんですよね、うんうんうん。なんかね、内向性みたいなものをすごい受け入れられる時があって、うんうん、外向的じゃなきゃいけないと思ってる時は、なんか趣味とかも、なんかサーフィンとか やるのが男らしいとか、思って、でもそうじゃない自分とのギャップに、なんとなく苦しみ続ける。そうですよね。うん。なんかそんなのないですか北村さんの中に。ありますよ。もうね、本当に身近なとこで言うと、この習慣化のコミュニティ、で、はい、お仕事をさせてもらうようになったばかりの頃
っていうのは、やっぱりこうみんながみんな習慣化を身につけようっていう風な方向を向いているので、苦手な私にとっては、できない自分って、みたいな。でこう、広く浅く、なんとなく、みたいな形にしかできない、私にとっては、ちょっと、これは、難しいなって。でも、いや、みんな、それを目指してやってるんだから、私だって、このステップでやればできるはず、みたいな。ので、ちょっとこう、背伸びをして頑張ってた時期はありましたけど、ま、タイプが違うんだって、もう最近は。はい。割り切って、逆に、その中で自分ができるポジション、みたいな。はい。そういうものを見出せればいいんだ、みたいな、開き直りじゃないですけど、でもそれによって、お互い助けられてる、助け合えてるっていうことが、まあ分かってきたのでね、みんなやっぱり一つのことをぐーって掘り下げてやり続けるっていうの得意な方が多いので、逆にこう、さらさらさらっと広く浅く、すみません、こうなんでって言いながらも、まあなんかあったらやるよぐらいのスタンスで、いる自分っていうのも、まあ一つありかな。おー、うんうんうん。そういうので、ほんとここ最近ですけどね、受け入れられるようになって、楽になりました。ああ、そうそうそう、うん。そんな感じですね。だから、その以前みたいに苦しいとか、なんかこう、比較して、あ、できてないなとか、そんな風に嫌悪になるっていうか、苦しみみたいなのは軽くなったっていうか、楽になったっていうこと。そうですね。そう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 、そんな感じです。で、すごくここで伝えたかった本質みたいなの、今の北村さんの中に、あるんですけど、一つは、なんか現状変わってなくても、こうあるべきの方が、なんか多様な、自分に合った形の、これでいいのかなっていうふうに思えたら、その時点で苦しみってすごく軽くなるっていうことですよね。だから、理想と現実をギャップ作った時に、やっぱりみんな現実の方を変えると楽になるんじゃないかと思って現実をいじるんですけど、実は理想とか、てかこうあるべきっていう方を変えたら楽になるっていうことは、特に物の考え方とか、思考習慣みたいなのもほとんどそうです。例えば時間を効率的に使わなければいけないと思ってる、ものすごいある人にとって、時間はどこまで行っても効率的には使えないっていうことがあるだけなんですよ。ずっとそうなっちゃう。で、それは、そうなんですよね。で、どこまで行っても効率化ってやると、やっぱ効率的に使えないっていう自分がどんどん出てきて、ますますしんどくなるっていう感じになりますよね。でそれと同じように、理想の方とか、こうあるべきの方を変えてあげると、すごく楽になる。そうですね。で、自分らしくいられる。そうそう、自分らしくいるっていうポイントで。で、多分、あと二つ目は、じゃあ、習慣ができなくていいっていうことなんですか？習慣コミュニティ入ってわざわざお金をね、払ってるのに、自分の中ではじゃあうまくいってないって、結構直線的に思うケース。デジタルで言うと、効果1かみたいな感じで結構考えるけど、実はそうじゃなくて、例えばさっきの北村さんの話でいくと、北村さんが大切にしている習慣化って、北村さんなりの習慣化っていうのが、大切にしているキーワードとか、明示みたいなのあるんじゃないかなって思ったんですね。だからその、いわゆる習慣化っていうことに、嫌悪感を感じるとか、魅力を感じなければ多分習慣コミュニティの中にいないと思うんで、考える多分その習慣化とかリズムの作り方というのか、何かやっぱそういうことが大切だなと思ってる価値観あるわけですよね。そうかもしれないですね。で、それがあるときに、それを毎日やることとか、杓子定規にやるという習慣化ではないかもしれないけれども、まさに3日に1回休むみたいな。要するにその自分らしい習慣化のリズムの作り方を探求できたら、多分いいんだと思うんです。なるほどね。あ、なんかすごく今腑に落ちました。私、このコミュニティの中に入れさせていただいて、すごく変わったのは、習慣化は、すごくこう、身についたんですよ。結論から言うと。っていうのは、1ヶ月に1回自分を磨く学びに行くとか、なんか毎日ではないんだけど、1ヶ月に1回先取りしてその習慣を入れてしまうとか、人と相対するときには、ここに必ず
気を使おう、気にしようっていうのを習慣として取り入れるために、そういう人が出てきたら必ずそれを思い出す習慣とか、なんかそういう意味では本当に、身につけさせていただいたなっていうのはありますね。うん。毎日では決してないんですけど、私の場合は。いや、それでいいんですよ。だから習慣化イコール毎日やるべきことという固定観念があると、うん、日記毎日つける、早起きする。と思ってれば僕もそういうふうに語ると思うんですけど、うんうんうん、習慣ってパターンなんで、自分にとってのその、いい癖づけですよね。で、1ヶ月の中でどんな癖がパターンとしてあれば、自分がより豊かになるのか、自分のリズムから脱せられるのかっていうのは、例えばさっきのような、その1ヶ月に1回学びに行くこととか、人に会うときにはこうすることっていう、習慣っていうのも、ありますし、我々は習慣の塊なので、本質的に習慣化、っていうことを、北村さんにとって良いリズムになるための習慣化を、多分探求したり、インパクトあるものを探して自分に身につけていくっていうことでいくと、多分やってらっしゃるんだと思う。だからポイントは、そのさっきも言ったように、そのこうあるべきのところが、もう毎日やることが習慣であって、朝早起きは何時やっているべきで、本来は、なんかね、例えばうちで言う佐々木さんのように、鉄板のようにひたすらこう、本当にわーっとこう繰り返せるとか、毎日連続投稿1000人とか、そこを理想像にすると違うんですよね。で、違うっていうのは優劣があるってことじゃなくて、性格スタイルとか、その人が持っている望んでる姿っていうのはみんなあるべきの設定は自由でいいんですよ。本当に。だから自由でよくて、自分にとっての最適な習慣か何かっていうことを問い直すっていうことを、やれたらもっと楽になるんですね。うん、だからべきをただ外して、じゃあやれなくてもいいやってなると、うん、それは多分違うんだと思うんです。そうですね。なくて、別の回でもちょっと話したんですけど、僕が習慣化の中で一番大切にしてることは、いっぱいそのなんか皆さん手本になるように習慣化するっていうことは全然手本にしなくて、うんうん、僕は朝活の中にもそんな登場しないし、うん、僕が大切にしてるのはクリエイティブになる時間なんですね。うんクリエイティブな脳とか、クリエイティブがいかにできるかっていう目的思考的に考えてたときに、やっぱ睡眠なんですよね。だけど、睡眠だけじゃなくて、やっぱ朝の午前中に、創作活動を終えてしまうっていうのは、やっぱリズムなんで、だとすると、やっぱ朝方にして、行くっていうのは絶対必要だなとか、運動するっていう時間にクリエイティブって生まれてくるんで、あ、運動って重要だなとか、僕にとってはそういう目的思考から考えてた時の自分にとっての習慣化っていうのを探求してるんですよね。うんうん、だから、なんかその杓子定規に行動で勝ちっていうことじゃなくて、うんうん、目的から考えてた時の自分の中のをこうした方がいいみたいな、うん。早起きも早起きするべきっていうよりは、早起きできた方がいいっていう言い方に変えてみたら、もしかしたらちょっと変わるかもしれないですよね。そうですよね。うん。3日に1回は休んでいい。ね、早起きするべきだとかしなければいけないっていうことよりは、早起きできた方がいいっていう言葉に言ったら、ちょっと言葉の使い方なんですけど、うんうん、違うと思うんですよ。違いますね。できた方がいいけど、できない時もあってもいい。という理想設定ですよね。うん。いいと思いますね。うん、なので、ね、まあ、ちょっと早起きだけの話すれば、うん、もちろんその寝る時間にフォーカスしようとか、睡眠時間をとか、はいはい、いろいろ言おうと思ったんですけど、うん、それよりはどっちかっていうと普遍的なのは、うんうん、その、こうあるべきっていう理想と現実のギャップに必ず、もう人への怒りとか自分への嫌悪とか、うんうん、習慣化もそうなんですけど、必ずその構造、の中にはまる、うん、その構造そのものを扱う習慣ができるようになるっていうのが、うん、ものすごいパラダイムシフトだ。はい。なので、まあそんな、はい、何か伝わればと思います。そうですね。ありがとうございます。岸さんも、岸さんらしい、ね、習慣化で、ぜひね、また考えてトライしていただければいいかなと思います。うん、そうですね。はい。はいだからね、ちょっと、じゃあ、ちょっと一個だけ、じゃあ、どうぞどうぞ。はい。お聞きすると、じゃあ、うんいや、そうは言っても、じゃあ早起きってなるので、論点を早起きに持ってこないっていう視点を、うん早起きではなくて、はい、自分の人生においての目的だとか、うんうん、自分にとって何を目指したいのかっていうことをはっきり言ったら、
統合できるかもしれないですね。例えば、昨日私の先生、クリエイティブになる時間をいかに作るかっていうことが目的なんですけど、僕はやっぱり本を書くっていうことを目標にしていて、でそれをこう自分の創作活動っていうふうにやることが仕事のリズムとか、自分の目標なんですね。その目標からしていった時の手段が習慣なんで、目的の名のもとに習慣化を従属させるみたいなことがすごく重要だったならば、やっぱ目的目標みたいなものをどう設定するかっていうことに論点を置いて考えてみることが、もしかしたら早起きの確率を高めるっていうことを考えてるよりは、いい方に、統合性って呼んでるんですけど、こう、自分の中のこうまとまる感じがあるんだけど。いいかもしれないですね。はい。はい、はい、それでは、今日もどうもありがとうございました。アキさんもぜひ、やってみてください。はい。習慣化コンサルティングでは、身につけたい習慣の実践率を高めることができる習慣化オンラインサロン、習慣化の実践コーチングができるようになる HRP 講座を開催しております。詳しくは習慣化コンサルティングホームページをご覧ください。番組ページに記載しております。それでは素敵な週末をお過ごしください。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。